回タイガースはマルテに代わってピッチャー藤川、サードの大山がファースト、セカンドに上田が入っています。セカンドの糸原がサードに回っています。さあ山川対藤川球児、初球はストレートから入ってきました。一番きついこれたちの巡りのところに藤川ということになりますね。まあそうですね、力対力ですよね、もうやっぱりパワー対パワーのぶつかり合いなので見応えあると思うんですね、ここもね。まずストレート2つ、梅野は高め要求です。意図的に高めを使いましたか。そうですね、まあもともと藤川のストレートっていうのは高めに威力があるので、低めより高めですよね。まあ、以前ほどのね球威まではいかないにしてもやっぱり綺麗な回転のストレートなので、いくら山川といえ簡単には高めのボールは打ち返せないと思うんですよね。まだ1球もフォークは見せていません。高めのストレート、空振り三振、全球ストレートで山川を押し切りました。今中さんが序盤からおっしゃっていたこのストレートの高さをどう使うかというところを見せてくれましたね、藤川が。まあ、今狙ったところではないんですが、まあ、高めは意識しているので、1点差だから高めはちょっとってじゃなくてどんどん高め攻めていいと思うんですよね。藤川のストレートの質ならね、球速じゃないので、はい、やっぱり質がいいストレートですから高めはかなり有効ですよね。低めの変化球はしっかり低くね投げていくと、変化球が浮いた時は怖いですから。森です。いやー、この回は力と力の勝負というすごいスイングですよね。やっぱりね、球が速いと思ったらバッターあえて力むんですよ。あ、力負けしたくないので、まあ、それでも打つ人は打つんですけど、まあ、ああやってなってくれた方がピッチャーをいけるなってなると思いますけどね。そうですか。藤川の場合は俺のボールの方がちょっと上かなっていうような感じですよね。変に変化球行こうが怖いんですよね。だってストレートを分かっててね、バッターも振ってて空振りしてるわけですから、あまり小細工したくないですよね。何か力と力の勝負を楽しんでいる甲子園球場のプロ野球ファン、あの1球投げ終わった後のどよめきがまだ少しずつこう BGM のように残っている球場の雰囲気です。変化球1球見せるなら本当に低めの、はい、まあ、フォークボールならショートバウンドになるぐらいのところに行かないと、ストライクゾーンに行くとちょっと怖いですから、山川には4球すべてストレート、森もここまで2球ストレート、ここでフォーク、初めて使ってきたこのイニングのフォーク。今コースに行きましたよね。高さは良くないですよ。コースギリギリボールなんですけど、そこにシュート気味に行った分まだ良かったですよね。あれが真ん中やと危ないです。ストレート待っててフォークが真ん中にスッと来たらちょうど合いますから。今のフォークは行ってしまったフォーク。そうですね、外にシュート気味に行ったのでそれはそれでいいと思うんですよね。また高め、梅野が意識的に高めを使っています、だから、まあ、森も高めは嫌いじゃない、内に来るんですけど、ベルトぐらいよりも本当ちょっと高め、もう胸元まで行く必要ないんです。ベルトのちょっと高めなら空振り取れるはずなんです。この仕草を見る限りでは
ちょっとボールがラインがずれましたからね。そんなに細かなこのコースというよりも真ん中でもいいと思うんですけどね、藤川のストレートの今日の質ならね。逆にコースになると威力がなくなると思うんですよ。真ん中に目いっぱい行く方が威力あると思いますけどね。ライトからの風は緩やかに変わった甲子園。フォアボールです。ワンアウトランナー一塁。この対森に対する投球というのは今田さんどう見ましたか？ちょっと最初のスイングに、惑わされたというか、山川のスイングとはちょっと違いましたから、同じフルスイングでも、はい、でちょっと警戒してしまったようなところでのフォアボールじゃないですかね。でも力勝負いってるのはいいんですけどね、力入りすぎてコースにボールがいってしまったんで、でも1点差ですから、この中村にしても同じことだと思うんですけどね。ストレート、風がこのように少し止みました。ないですね、はい、今度は中村剛也、今タイミングをちょっと合ってましたね。それがあの悔しがりに出てた。 で、ね、でも結局今ベルトのちょっと上ぐらいでしたね。あれがもう一個低いと危ないですよね。だからホームラン打つボールと空振り取れるゾーンって本当ちょっとの差なんですよ。ということなんですね。だからそれを、藤川も今までの経験から十分分かってるので、そこに意図として投げられるかどうかですよね。かなり藤川梅野のバッテリーがこの中軸含めライオンズ打線に対して高めのストレートを意識的に使っています。ちょっと甘く入りました。思わずしゃがみ込んだ藤川。危なかったですね、フォークボールね。うわ、助かりましたね。もう藤川がもう投げた瞬間ハッとしてましたもんね。フォークボール行くならもう明らかにショートバウンドという意識ですよね。そこに中村が反応してくれればまた次ストレートも行きやすいですけど、次のボールしっかり勝負行くのでいいと思うんですよね。投げ切らないといけないですね。高く上がりましたが右方向スタンドに入っていきます。この回の藤川のストレートはほとんどこのベルトぐらいの高さより上、今の高さバット当てられましたね。というのは強振してないですよね。中村が強振したくなる高さに投げてるんですよね、はい、先ほどの山川にしても、森にしてもあれガッと力いっぱい振りに来てくれたんです。今確かに、追い込まれてるせいかあんまり振りに来なかったですもんね。あれ振りに来てくれたら空振り取れるんですよね。追い込まれてるんでというところで、います。これ上のフォークボールは行かないといけないですね。中村の反応いかがでした？今そうベースと、頭にあるボールですから、フォークかまっすぐかという2種類のボールが来るの分かってるので、目線はちょっと高めにしてるのかなというところですね。このイニングの傾向として藤川の投球はそういう傾向ですもんね。高さとしては、高さはもう高低だけですから、コースよりもそのフォークボールを低くいくかストレートを高めいくかどちらかなので、中村もそれが頭にあるので、ただ追い込まれている分ですね、三振多いんですけど、こう場面によってのバッティングをしようとしている可能性はありますよね。応えがありました。あの下にやっぱフォークボールを常にいければね、
1球我慢したけど2球は我慢できなかったですね。ここからは、ま、今中さん、あのホームランへの恐怖感という点でいうとやや薄れてくる感じになります。まあ、でもパンチ力ありますから、木村もましてやスピードボールには、ね、力負けしないぐらいのパワーを持ってますから、油断できないですよね。そうですか。ベンチには栗山らもいますが、まだ代打の起用はありません。この後が金子裕二、今日ヒット。もうこの点差イニングですから、まあ、タイガースの後ろはもう藤川、ドリスのパターンで来るので、栗山はもう次の9番のところでの代打。ショート正面ライナーでした。スリーアウト。藤川球児がこの1点のリードを守って8回終わりました。8回表終了、4対3、タイガースのリード1点変わりません。